はい、こんにちは。今日は米韓情勢についてお伝えしてまいります。アメリカでバイデン政権が発足する中、北朝鮮情勢も注目されると思います。こうした状況下、ムンジェイン政権は外相を交代しました。産経新聞ですが、韓国大統領府は20日、カンギョンファ外相を交代させ、後任に前大統領府国家安保室長のチョン・ウィヨン氏を充てる人事を発表した。チョン・ウィヨン氏は外交官出身で、中米公使や駐イスラエル大使などを歴任。2017年5月のムンジェイン政権発足当初から昨年7月まで国家安保室長として外交安全保障を担い、北朝鮮の非核化をめぐる南北米韓間の協議に関わった。中略しまして、韓国の大統領府関係者はバイデン米新政権の発足に合わせた交代であるとしている。大統領府では朝鮮半島の非核化と米朝交渉に最も深く関与したとチョン・ウィヨン氏を評価。ムンジェイン政権が重視する朝鮮半島平和プロセスの発展に期待を示した。米韓連携の強化と同時に頓挫している南北関係の改善を目指す構えとみられる。このように報道されておりまして、米朝交渉に深く関与したとされるチョン・ウィヨン氏がですね、新しい外相に抜擢されたということは、ムンジェイン政権としてバイデン政権下でもトランプ大統領同様のですね、米朝対話が続くことを期待している側面というのもあると思います。しかしですね、そのバイデン政権は北朝鮮対策の転換をするものと思われます。つまりはですね、対北政策ということにおきまして、米韓の温度差が露呈する可能性もあるように見えます。で、バイデン政権でですね、国務長官を務めるブリンケン氏はですね、オバマ政権で国務副長官などを務めまして、現在につながる対北制裁の設計図を描いた一人として知られております。常に制裁の徹底した履行を強調してきたという経緯があります。で、ブリンケン氏は過去、北朝鮮の行動変化を引き出すため国連安保理制裁決議の忠実な履行を各国に勧告するなど、アメリカ政府は北朝鮮への圧迫に積極的に乗り出している。世界各国に北朝鮮がレストランや企業を設立し、政権に資金が流れ込んでいる、こうした企業を探し出し送金を遮断すべく注力しているなどとですね、発言するなど、対北朝鮮強硬派ぶりを前面に押し出してきたという経緯もあります。で、バイデン氏自身もですね、トランプ氏のトップダウン式の米朝対話ということを批判しておりまして、制裁よりも南北協力に傾くムンジェイン政権との違いは明らかだという分析も報道されております。そしてロイターですが、バイデン政権北朝鮮政策を全面的に見直し、アメリカ国務長官候補バイデン大統領から国務長官に指名されたブリンケン氏は19日、新政権では北朝鮮を核兵器をめぐる交渉の席に着かせるための圧力強化に向け、同国へのアプローチを全面的に見直す意向だと明らかにした。上院外交委員会での承認公聴会で語った。北朝鮮政策では核問題の解決を図るとともに、安全保障面だけではなく人道面にも目配りしていきたいとも述べた。ブリンケン氏は北朝鮮の非核化を最終目標とした上で、兵器開発計画の検証可能な凍結と引き換えに制裁を緩和するという段階的な合意を支持するかとの質問に対し、北朝鮮へのアプローチと政策を全面的に見直す必要があり、見直すつもりだと回答。北朝鮮問題はどの政権も頭を悩ませてきた難題で、改善するどころか悪化していると語った。また北朝鮮を交渉の場に復帰させるべく圧力を強化する上で、どのような選択肢があるかや何が効果的か、また他の外交的取り組みが可能かどうかを検討することが政策見直しの目的だと述べた。韓国や日本をはじめとする同盟国と緊密な連携を取ることで見直しに着手する方針を表明した。北朝鮮の金正恩総書記は先週まで開催されていた労働党大会で核兵器の増強をさらに推進する考えを示し、アメリカを最大の敵と位置づけており、バイデン政権が直面する厳しい課題を浮き彫りにしている、まあ、このように報道されております。ですので、ブリンケン国務長官とバイデン政権の対北政策ということについて、北朝鮮がですね、警戒感を示す中、アメリカが圧力を強化するということになりますと、ムンジェイン政権の南北融和政策というものが水泡に帰す可能性もあるように見えます。またですね、アメリカ内においては北朝鮮の核ミサイルを脅威とする認識は高まっていると思われます。昨年9月25日、ブリンケン氏はアメリカ CBS テレビのインタビューに応じ、バイデン陣営の外交政策顧問として国際情勢に関する考えを述べていた。司会者からバイデン氏が副大統領を退任した2017年1月の時点よりも北朝鮮の核の脅威は高まっていると問われ、すかさず持論を展開した。我々の目標は明確に核兵器のない朝鮮半島だ。そこにたどり着くには同盟国やパートナーと緊密に協力し、賢明でタフな外交を展開することが必要だとした。またですね、ブリンケン氏は対中国政策において、ジョー・バイデン時代を率いるアメリカの新しい長官内定者たちが一斉に中国に向けて強硬メッセージを出した。ドナルド・トランプ元大統領の対中政策に対して原則は正しかったと異例の指示を送った。
バイデン政府の対中圧迫基調がさらにはっきりと明らかになり、韓国政府が米中間での戦略的曖昧性を維持するのはさらに難しくなるという懸念が出ている。ブリンケン氏は19日、過去現地時間、上院外交委員会の指名承認公聴会で、トランプ氏が中国にさらに強硬に対応したことは正しかったと評価した。中略しまして、専門家はバイデン政府がクアッド安保協議体構想などトランプ政府の対中政策の相当部分を継続するだろうと予想した。バイデン政府の対中圧迫政策はムンジェイン政府には負担だ。バイデン政府が前面に掲げる同盟復元と中国圧迫が合わされば、韓国も圧迫参加という結論が出てくるためだ。ブリンケン氏はこの日、革新同盟の力を再生すれば、世界に対する我々の影響力が何倍にも大きくなることができると話した。さらにですね、バイデン氏、米中間で曖昧な立場の韓国を尊重しない。ムンジェイン政権が2017年10月、サード韓国配備に対する中韓間の葛藤を決着させるため、いわゆる3府の立場、サード追加配備を考慮しない、アメリカ主導のミサイル防衛システムに加わらない、日米韓軍事同盟に発展しないを表明したのも潜在的な火種になるという見方が多い。ウ・ジョンヨプ・ヨジョン研究所アメリカ研究センター長は、サードは北の核の脅威に対応するために配備された。バイデン政権も中国に言及せず、北の武器体系高度化に対応すべきという名分を前に出しながら、サードのアップグレード問題などを議論しようという可能性があると予想した。キム・ハンゴン国立外交院教授は、韓国の3府の立場は米中戦略競争の局面で、アメリカの戦略的利益と対中圧力政策に合わない要因を含むのが事実とし、韓国の決定を尊重するが、これに関連してアメリカの圧力が続く可能性があると述べた。つまりバイデン政権がですね、北朝鮮への政策を転換し、圧力を強化する可能性が高い中ですね、ムンジェイン政権はその政権としての最重要事項の南北融和政策の見直しということを迫られる可能性があるかもしれません。でもしそうした情勢になりますと、ムンジェイン政権の政権運営ということにも影響が出てくるように思います。でムンジェイン大統領が年頭の記者会見において、日韓情勢に関しまして、旧朝鮮半島出身労働者問題ですとか慰安婦判決ということに関しまして、今になって外交的解決法を探そうと言っている、2015年の日韓合意を破棄した張本人であるムン大統領が、あの合意が両国政府間の公式合意だったという事実を認めると言った。態度を変えた理由は、東京オリンピックの時にキム・ジョンウン氏を呼んで南北省をまたやろうと思ったら日本との関係を改善しなければならないからだといった分析が韓国の中からも出てきております。ですので、こうしたですね、ムンジェイン政権が対日関係である種ですね、転換を示したと思われる姿勢を取るくらいですね、ムンジェイン政権にとって南北融和政策を維持するということは非常に重要で喫緊の課題になっているように見えます。ムンジェイン政権としてはですね、バイデン政権の対北政策が具体的にどのように進むのか、そのアメリカの対北政策の状況移管によってはムンジェイン政権にも影響があると思われまして、ムンジェイン政権としては大きな懸案と直面しているように見えます。ありがとうございました。ネット大衆紙ブルーカラーではメンバーシップ機能を開放させていただきました。メンバーになってもならなくてもブルーカラーの動画は今までと変わりなく無料でご覧いただけます。今回のメンバーシップの意図はですね、純粋にブルーカラーの活動をご支援いただくものとしてご理解いただければ幸いです。考え方としては投げ銭スーパーチャットと同じような考え方です。僕の動画に対して皆様それぞれの価値観に基づきご支援額を選んでいただければ幸いです。またメンバーシップはいつでも解約が可能です。ブルーカラーのメンバーシップには月額390円から1190円の5つの料金体系がございます。現状支援額による特典の差は設けておりません。パソコンからメンバーシップの手続きをするにはですね、このメンバーになるのボタンをクリックしていただきます。そして料金を選んでいただきまして、メンバーになるというボタンを押していただきます。その後お支払い方法を選択いただきまして、購入ボタンを押していただければ手続き完了となります。スマホから行う場合もほぼ同様の手続きとなります。ただ iPhone の場合はですね、このメンバーになるのボタンが出てこない場合があります。ですので、この動画の概要欄にですね、メンバーシップ手続きへのリンクを貼らせていただいております。そちらのリンクをクリックしていただければ、あとは流れに沿ってメンバーシップのお手続きがしていただけるようになっております。今後ともネット大衆紙ブルーカラーをよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。